動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し、株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第4弾 D 型の岩尾を塗装しました。以前に一度塗ったデカ消しの2体目の塗装、今回は少し濃いめのグレーで仕上げてみました。当時もの第4弾のデカ消しに封入されていたブックレットです。この弾、今回塗装の岩尾のパートナーの筋骨マンや悪魔騎士の忍者、ジャンクマン、モンゴルマンなどもラインナップされていて、バラエティに富んでいます。まずは塗装前の状態です。保管状態も良く、汚れ、傷なども特にありませんでした。事前準備として、こんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のほこりや汚れを取る。ベンジンに漬け込み、過塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。最初のカラーは赤、ブラッドエンジェルレッド。色塗りの様子はダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。2色目に全面に塗ったコントラストのバシリカヌムグレイ。目と歯を白、コラックスホワイトで入れました。今回の塗装はこちらの4色目、メカニカススタンダードグレイの塗り込みがほとんどでした。仕上がりは濃いめのグレー。先のコントラストカラーが溝に流し入り、目地で分けられて浮き出た岩肌の部分を一つずつ塗っていきました。黒の目地をうまく出して表現できないかと思い、この順番で塗っていきました。こちらが今回の塗装で使用した塗料。いつものようにホビー用水性アクリルのシタデルカラーで塗りました。塗装にかかった時間は約40分でした。今回の塗装では色の境目や細かなところを面相筆で、少し広めの箇所は思い切って模型用ブラシで、そしてさらに細部は先端を糊で固めた細筆を使って塗装していきました。岩尾は岩石がモチーフの怪獣で、ドクロ星出身。超人強度は15万パワー。岩石攻撃が得意で、怪獣の中では戦闘力が低く最弱とも言われています。筋骨マンの射程で共に行動することが多く、特にアニメ版の筋肉マンでは登場シーンもたくさんあり、ギャグの多いオリジナルエピソードでよくお目にかかりました。仕上げに全体にシェードカラーのナルーンオイルという液体塗料を塗りました。再度目地に黒いカラーが流れ込み、質感と陰影を出しました。塗装後はソフト救急コーポレーションのボデーペン、クリアを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。コントラストというカラーのバシリカヌムグレイ、ベースのメカニカススタンダードグレイ、墨入れ的に使ったナルンオイルの3段階で岩を表現してみました。塗装後がこちら。今回は黒っぽい仕上がりになりました。前回塗ったものが右上です。というわけで、今回はデカ金消し第4弾から岩尾の色塗りでした。
ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。